は諦めよう。諦めなきゃいけないよね。諦めなきゃダメ。大丈夫じゃない。大丈夫、一回くらい次ちゃんとするからね。ねっねっ、もう目を覚ましてみて、それでいいの。ゆるんだハートと私は閉じよう。初めてディフェンス、私の攻めなのよ。ああ甘いムードの中、好みを任せちゃいけないわ。君は僕のことなんか好きじゃない。僕はどんなに薄くても二人の間に壁があるのは嫌なんだよ。君と僕とは心まで一つだよね。本当に好きならつけるの嫌なはずだもん。それが本当の愛だと思うんだよ。ねえねえねえ、ダメ。相手言葉で私を試すの、それがあなたの真実なの。ごまかさないで気づいてよ。言い出せない、恥ずかしい。綺麗だ、柔らかい、すべすべ、はあ、いい匂いだ、君の匂い。その笑顔がいい、髪もサラサラ。ありのままの君を感じたい、だからこのまま抱いていい、ね、ダメダメダメ、ね、花に集まる蝶々だって、毒を巻き命を吸い取るわけじゃない。やばくね俺ら、超相性ぴったり、エッチは相性間違いなし。マジこんなの初めて、俺たち最強。病気なんか怖くねえし、かかったことねえし、病院行ったこともねえし、俺くらいになると怖くねえし、じゃあ合体するべ。ねねね、無理無理。今日は安全日だよね。この前の生理から15日だもんね。よく生理直後が安全日だってやつがいるけど、あれ間違いだからね。精子には3種類いて、いわゆる子供になるエッグハンターっていう精子はとても弱いんだ。つまりなんだかんだで仲立ちしなければ結局大丈夫だから、安心でしょ。ねねね、嘘ばっか。君と二人で別れようぜ。泣くんじゃねえよ、俺が悪いみてえじゃねえか。先にお前が俺の嫌がること言ったんだろ。違うのかよ。そうだろ、本当は別れたくないんだろ。だったら俺のお願い聞いてくれよ。いいよな、つけなくても愛してるんだから。帰れ。